事務所前から失礼します。目白自動車です。シートです。運転席の方から見てみます。綺麗です。マットも綺麗です。エアバッグついてます。むちゃくちゃ希少です。前期のエアバッグ付きもほとんどないですけども、後期のエアバッグ付きはもっとないんじゃないでしょうか。そして今ここから、あれがつきますね、ABS ランプ、はい、ABS 付きでございます。オークション会場で仕入れた時から燃料がこれだけ入ってる車両も珍しいです。ケンウッドの CG デッキ MP3 対応ですかね。 S0W×4、 違う、これは型式じゃない、 U333 っていうんですかね。音もいいです。 PETC もついてます。まあ、内装も文句ないでしょう。ダッシュ割れの方ひびすらないです。ガラスの飛び石もほとんど見受けられません。ここまでいいのはもうないと思いますね。まずないと思います。うちもこれだけ数仕入れててやってますからね。最後の整備は23年の2月でしょうかね。24年のステッカーが貼ってあるので、23年の時に最終点検を行っているようです。シフトがちょっと、曲がったまま固定されてますね。根元がちょっと滑っちゃうので、まあでもこの角度もすごくいいと思います。エアコン付きの、エアコンじゃないですね、エアバッグ付きの ABS 付きということで、あわよくば純正 LSD 付いてたら最高かなと思ったんですけども、純正の LSD は付いておりませんでした。そこです。まあ、ハンドルもですね、非常に軽くですね、全然違和感ありません。加速もバッチリ、ブレーキもバッチリ、リアのローターの、外側の内側ですね、内側の小さいサビっていうのはありますけども、もうこれはもう決まりみたいなもんですので、そしてブレーキの効きも全然問題なく効いてますので、その点も特に気にするレベルではないと思います。東京の山手通りです。ストレスなく吹き上がりますね。ちょっときつめに U ターンをしてみようかと思います。はい、安定しておりますね。非常にいいです。まあ、ワンオーナーでこれだけ補修とかもしっかりされてきて、メンテナンスもしっかりされてる車両に外れがあるとはないのは分かりますが、直進性も安定しております。手離した状態でハンドルも曲がらず車も流れません。安定しております。まあ、よく神経質に聞けばフロント右前ですかね、段差のところでコロッと、軽くですかね、音を感じたというんですが、自分で走ってる限りはほとんど感じないレベルですね。結構な段差じゃないと出ない音なのでしょうか。まあ、全然大丈夫かと思います。ということでですね、撮影時間も押し迫りまして、バッテリーがなくなってしまいます。ざっと明るいところでも見てみようと思います。これがいいですね、スズキの愛車点検ステッカー、2003年から4、6、7、9、10なんてずっと残ってますね。とても綺麗です。アイドリングも安定しておりますね。まあ、そのまま車検に通るのは間違いないですけども、本当にいい答えだと思います。でマフラーがですね、多分ですね、交換されてるんだと思います。錆びたのか劣化したのかで、下回りもですね、過去に塗られてないとありますね、薄錆はあったようです。その点もですね、軽く仕上げてありますので、これは塗る腐食の穴になる心配はないと言っていいと思います。ジャフのステッカーもちゃんと貼ってあるような有名な方のものですので、安心してお乗りいただけるかと思います。よろしくお願いします。目白自動車小野でございました。